パンテオンは、フランスのパリの極、セージュヌビエーブの丘に位置し、幅110メートル、奥行き84メートルのギリシア十字の平面に、大ドームとコリント式の円柱を持つ、新古典主義建築の建築作品である。18世紀後半に、サントジュヌビエーブ教会として建設され、後に、フランスの偉人たちを祀る霊廟となった。パンテオンはギリシア語で、日本語では万神殿と訳される。 パリの守護聖人、セイジュヌ・ビエーブに剣道するため、1755年に、教会堂の建築設計協議が行われた、パリの国王の建築物の監督官であったジャック・ジェルメン・スフロに設計を委託された。スフロは、ジャン・ロドルフ・ペロネと共に、ゴシック教会の構造を徹底的に解析し、石材の強度試験を行って、石像構造の軽快さ、洗練性を求めた。 ドームの構造は、ロンドンのセントポール大聖堂やパリの廃兵院を参考にした。1755年に建設が始まった。1778年、ドームを支えるシュピアに亀裂が見つかり、強度不足を指摘されたことから、スフロの死の後、外壁に開けられた、開口部は塞がれてしまった。1792年春工。しかし、フランス革命期の国民議会によって、 フランスの偉人たちを祀る墓所として利用されることが決定された。その後、ナポレオン及びナポレオン三世の時代以降、教会堂として使用された期間もあるが、1885年以降、サンド偉人の墓所となり、現在に至っている。ギリシャ建築の純粋性を表現した、初期新古典主義建築の傑作とされ、特に建築史論を表したマルク・アントワーヌ・ジエは、 この建築物を完全なる建築のモデルでありフランス建築の真の傑作と称賛した。風光の振り子の実験が行われた場所でもあり、現在も天井から吊るされた振り子が1日の時を刻むよう展示されている。パンテオンの内部 P ・シャンピオン、我が懐かしき町図書出版社、1992年 P288。ありがとうございます。